コラボしましょう。お願いします。皆さんこんにちは、サックス奏者の佐藤博俊です。古くから応援してくれている皆様へ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に佐藤博俊チャンネルはですね、おかげさまで3年目に突入しまして、はい、こんなに続いててこんなにバズらない人いないですよね。そんなことはないと思いますけど、まあまあノーバズでやっております我々ですが、はい、まあ、そんな中にもね、なんと古くから応援してくれてる方っていうのがね、いるわけですよ。はい、稀有な方がね。稀有な方が、ね、この動画を通してですね、非常にプライベートなお礼を伝える動画となっております。ダイレクトメッセージとかじゃなくて、YouTube に載せて一本動画にして動画にしてお届けしたいと思います。私も子さんなんだけどみたいな、争い起きませんか。ピックアップされなかったみたいな、それはP のツイッターまで連絡いただければ。私も最初から応援してるんですけどみたいな、何人か集まったら第2回やります。1人目ガジェッティさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ガジェッティさんご存知ですか？いや、わかんないです。この本格的に動画投稿を始める前は演奏の動画だけ上げてたじゃないですか。そうですね、ログとして残すようにみたいな感じで、はい、うん、そう、あの時代にこの佐藤博俊チャンネルの動画に初めてコメントをくれた方。ああ、はい、一応私調べだとガジェッティさん、内容がですね、はい、1個目って言います。はい、それは覚えてる。はい、まあお察しの通りですね、2個目はありません。1個目っていうニコニコ動画から飛び出てきたのかなみたいなコメントをいただきまして。ニコニコか古き良き2チャンネルからですよね。そう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 、いやいや、今こういうコメントする人いるんだなっていうので記憶には残っておりますが、ね、でこのガジェッティさんのことをちょっと調べてきたんですけれども、調べられるの？この方なんとね、ご自身でも動画を投稿されてる方でして、はい、マイクラで演奏してみたみたいな、あとはいろんなこの、まあ、有名な曲のオフボーカル、このカラオケの音源を作ってあげるみたいなことをやられてる方、はい、もしもう3年以上前ですが、はい、コメントくれたガジェッティさん、まだ見てくれてたらコラボしましょう。お願いします。お願いします。カラオケ作ってください。音源作ってくれたらね、演奏しますので、ね、嬉しいです。はい、ガジェッティコラボを見てくれてるかな。大丈夫、そういうちょっといじってない。いじってないですよ、うん、次の方はですね、社長です。社長、我々の間ではおなじみ社長、どっかで喋ったんですけど、はい、まあ、我々が出会ったきっかけとなる社長ですね、はい、ああ、本当に本当の意味の社長ですか？本当の意味の社長です。ニックネームとかじゃなくて、はいはい、本当に社長業をやられてる方、はいはいはい、会社の社長さんなんですけど、はい、いつもお世話になっております。これはリアルにいつもお世話になってますっていう。いや、当たり前なんですけど、めちゃめちゃ忙しい方なのに、はい、結構動画を見てくれてるんですよ。らしいですね。我々のチャンネルのね。はい。いや、社長もっとやることあるだろうみたいな、怒られそうですけど。そう、社長の10分とかを我々の動画に費やすのはちょっと申し訳ない、ね、うん。もったいないよね。ハズレの回みたいなの。作っといて、ハズレとか言うなよ。あるじゃないですか。面白そうな回だけで全然いいので、はい、ちなみに社長はアーシャーを撮ってくれた。あ、そうですそうです。今YouTube で使ってるアーシャーも社長？ YouTube のやつはそうです。はいはいはい、はい、ツーバリズもそう？ツーバリズもそう。おお、いや、プロカメラマンでもあるんで、はいはい、もうなんかちゃんとあれな、コロナになる前だから結構前ですけど、もう正式にプロカメラマンとしても活動をされてるはずですよね。はい、でそう、社長にね1個言いたい、僕は。はい、どうぞ。何、今 YouTube で使ってるアーシャーあるじゃないですか。あれが筋トレする前だから、はい、今見ると顔パンパンに見えるんですよ。まあ、それはそうなんですけど、今もうシュッとしてムキムキになった状態だから違和感あるじゃないですか。
取り直さないとね。そう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 。社長に言うことじゃないんだよね。俺なんだよね。ということで2人目はあのリアルな謝礼ありがとうございますっていう社長でした。続いての方は、鋼鉄のくちばしさんです。ようやくわかる人だあ、これピンとくる、来ますよさすがに。おだっていつも引用ツイートとかねしてくれる。いやそうなんですよ、この方がある意味では私の認識する限りだと一番このサイコさんと、はい、いや多分本当に1本目ぐらいじゃない。毎週日曜日16時に定期投稿した時に私がツイッター上で今週の動画こういう動画投稿しましたよっていうのをお知らせするんですね、はい、でそのツイートを毎回引用リツイートをして一言コメントを添えてと引用ツイートをしてくれる方ですね、はい、拝見しております。はい、いやなんかねほとんどの回ほとんど毎週引用リツイートしてくれるんですけど、はい、3% ぐらいの確率でしてくれない時があるんですよ。当てようか、多分ね星のカービィだ。まあそれかどうかは分かんないけど多分そうだよね。だそういう時は我々反省だよね。あんなに優しいこの鋼鉄のくちばしさんが引用リツイートしなかったっていうのはよほどよほど書くことがなかったか、まあサムネで見るのをやめた。そう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 、今週はいいなって思わせるってよほどですよ。ツイッターを見る感じだと今ちょっと体調崩されてる。あ、そうなんです。要するにもうめっちゃ調べてるから、今回に向けてめっちゃ調べてる。ちょっとね体調を崩されてる。ちょっとね我々の動画を見て元気にとは言えないけど、はい、ね少しでもすぐ良くなっていただければと思いますので、元気な状態で佐藤ひろとしチャンネルの動画を引き続き見ていただいて引用リツイートしていただければと。どうぞお大事になさってください。はい、お大事になさってください、はい、まあ、これが投稿される頃には元気になってる可能性もありますいつ投稿してるかよみたいなね状態に、まあ、なってくれてたらいいですけどね、はい、全然それの方がいいです、はい、そう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 。あ、最後の方、はい、最後の方ガタですね。ガタ、はい、最後はですね、ひろりのお父さんお母さん妹さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。指針だね。プライベートなね。プライベートなね、はい、母の妹おばさまもすごい応援してくれてる、ね、はい、じゃあ入れてもいいですか。ああ、そうですね。じゃあ親族総出で、ね。親族全部にしちゃっていいですか。はい。ありがとうございます本当に。いやでもね一個私の中ではこのヒロリのご家族に気がかりがあって。はい。USB のライブのサンサンサマーの時にご家族で見にいらっしゃってたんですよね。はいはい、直接ね来てくれました。そう、その時に挨拶しようと思ってたんですけど、はい、ちょっとタイミングが合わなかったのと、何やらせてんだお前ってちょっと怒られるんじゃないかっていう懸念でちょっとタイミングがまず挨拶ができなかったんですよ。はい、なんか挨拶というか、なんかいつも変なことやらせてすいませんって謝んなきゃなっていう気持ちはあるよっていうのをこの動画上で伝えとこうと思って、いつもすみません、息子さんを変な風に使って人と関わっちゃいけませんとか言われない？なんかまあ、初期の頃に親しいことは言われたんだよ。言われた、あ、言われたことはある。あ、そうか、申し訳ない、はい、いやいや、でももう軌道に乗ってるから。軌道に乗ってるからね。ライブ確か見に来た時も、うん、挨拶はできてないけど、うん、あの方が P さんみたいな聞かれたような気はするので、すいませんちょっと認識は、はい、しているはず。お挨拶できずすみません。また今後とも我々頑張っていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますこんな夫婦から応援してくれてる皆様にですね、曲のプレゼント。ああ、なるほど、はい、本日お別れの曲はですね、はい、お世話になりましたでございます。
一応ここで感動の涙を流す予定なんで誰が僕らみんな見てる方みんな我々もあの画面の向こうの全員ですね全員です、ね、全員でじゃあよろしくお願いします涙どうぞ